これは面白い質問だ。各国リーグの年俸は J リーグに比べてどう？これ確かにめちゃくちゃ気になるんですけど。聞いた話、自分はそんな高くない、今高くないんだけど、聞く話はなんか23歳以下のなんかオリンピックの代表みたいなのに入ってる選手は結構もらってるみたい。1000万2000万とかもらってる選手いるし。いや、すごい。あれですか、勝利給とかそういうボーナスみたいなのってあるんですか？ありますし、試合終わった子は手渡しでなんか少しだけくれたりとかする。グレーっつって。これは何のお金だって思って最初。これは何のお金だって思いながらもらってたけど。ご飯食べてねぐらいの感覚ですからね、結構。そう。よく買ったご飯食べてねぐらいの、本当にそんな感覚。まあけどそれはもう本当に1万円ないぐらいだけど、こいつってくれて。こいつって感じだね。なんかね、日本ではなかなかないってかないじゃん。まあ日本ではないですよね。そうだから、なんか変に、まあ値段とかじゃなくて、なんか嬉しいよね。くれそう。くれそうって。みんなないの、それ。そういうのないの。タイは、まあ、最近結構、ちょっと力は入れてるんで、リーグも。その、例えばですけど、外国人選手は結構能力高い選手いるんですよ。その選手たちとかもやっぱり結構もらってますね。まあざっくり言えば、まあ、ヨーロッパと同じようなレベルまで行くんで、かなり待遇はいいですね。その、まあ、よく話しても J リーグから結構オファーもらったりしてる選手も多いんですよね、実はタイ人含めて。なんだけどやっぱり給料的にやっぱ J に行くと下がるから、こっちに残ってるみたいな選手も実は多くて。確かにそういうイメージありますね。タイですか。はい、タイはなんかお金良さそうだなっていう。まあ僕自身はもちろんその待遇面も含めて、まあやっぱりタイに来てるっていうのもあるし、まあかなり評価してもらってるなっていう、その実感はありますけどね。逆にオーストラリアはすごい環境面とかめちゃくちゃいいと思うんですけど、お金に関してはあんまり良くないなって。やっぱりサラリーキャップがあるんで、そこは、はい、やっぱ望めないなっていう。まあ、過去に小野伸二さんだったり、本田圭佑君とかはマーキープレイヤーっていう上限がない、契約で来てすごい金額もらってたと思うんですけど、まあそれ以外になるとやっぱり多分年間数億っていうのを二十何人の選手でこうバッて分けていかなきゃいけないんで、まあ、ただ何を取るか、はい、僕だったら本当に、お金を取ったらまだ、J リーグにいたとは思うんですけど、まあ、こっちの生活だったりとか、まあ、家族含めてこういう経験っていうのを今は重視したのでこっち来ることにしたんですけども、まあお金を取るとやっぱりね、いる場所も結構限られてきたりもすると思うし、まあそれこそそのタイとかは外国人選手にお金を使ってるチームを使ってるので、結構結果出ないと、はい、もういらないみたいな感じになるんですよ。なんで、まあそれこそブリーラムに行った僕1シーズンブリーラムに丸々いたんですけど、外国人選手1シーズンの中で7人ぐらいクビでしたね。最短で11日ぐらい練習来たブラジル人選手いて、ブリーラムの時で、まあ、トルコとかヨーロッパでやってる選手で、で練習来たんですよ。で、まあ、ユニオン持って入団みたいなのやって、そして11日後ぐらいにやっぱりちょっと違うってなって、もう契約解除みたいな。旅行に行ったみたいな。聞いたとこによると、まあ、それで、その11日で、まあ、4000ぐらいですかね。3000万ぐらいなんで、多分手取りで。なんで、まあ、まあ、実質、その11日で、まあ、6000万ぐらい稼いで、もう帰るっていう。めちゃくちゃいい。本当にタイは、資金のあるクラブは、もうそんな感じ。時給高すぎでしょ。時給。でも、マレーシアも結構そんな感じなんじゃないですか。そうだと思うけど、まあ、このクラブはなんか訳あいあいとやらせていただいてるというか、まあ、まだまだ成長しなきゃいけない選手がたくさんいて、若いクラブだから、まあ、教えることも多いし、まあ、一緒に成長することも多いし、
まあ、その辺は、まあ、いろんなものを落とし込んでいければいいなと思ってやってるけどね、チームに。やっぱり、まあ、日本にいる時とは違って、助っ人、一応助っ人なんで、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、緊張感は、ね、持ちながらやりたいなと、やっていかなきゃなとは思ってる。チームメイトの若い選手とかって J リーグに興味持ってたりします？何人かは興味持ってるけど、うん、全員ではないし、やっぱヨーロッパの方見てるね、みんな。あの、行きたいとかじゃなくて、試合を。ヨーロッパのサッカーばっか見てるから、まあ、その派手なプレーは好きだし、だもうちょっとなんか基本的なことしっかりやれれば、もっとなんか技術的に生きてくるのになっていうところを、まあ、フォーカスして、いろいろ話してみるけど。J リーグっていうよりプレミアを見てる感じ。おお、タイも一緒ですね。プレミア。プレミアっすね、本当に。なんかタイはそれこそ今、うん、チャナティップ選手とか、うん、ティーラトン選手ですね、うん、とかがまあ J リーグにいるんで、 J リーグの、うん、その情報をやっぱ追うんですよ、そのタイのメディアが、うん、なんで、うん、J リーグを見てる人は多分ここ数年かなり多いのと、まあ、とはいえやっぱりプレミアリーグを見る、その国民的にはプレミアリーグを見てる人が多い感じはしますね。そのタイのマーケットとしてはやっぱ選手がいるってことは日本のクラブにとっても大きいのかなっていうふうな、まあ、感じはありますけどね。もっともっと日本見てほしいね。いや本当そうですね。国の選手があの行く人数が増えたら見ますもんね、自然と多分。まあそうね、うん、マレーシアで一人だけ日本に行ってるんだって、沼津。岡山に去年までいて、今年からレンタルで沼津に行ってるらしいんだけど、まあなかなかやっぱりね、ちょっと活躍して出てくんないとこっちでは注目されないよね。もっともっとこっちの人たちも、まあ、いい選手がね、一人でも行ってくれて、こっちに J リーグも注目してもらえるようになったらいいなとは思いますね。J リーグにこの選手行ったら絶対活躍できるのになみたいな、将来注目な選手とかっていたりします？まあ、僕ブリーラムとそのバンコクユナイテッドってとこにいたんですけど、まあ、ブリーラムの時のスーパーチョクってやつがいるんですけど、まあ、彼はまだ年齢も若いですし、まあ、タイ代表でもまあ当然バリバリやってる選手なんですけど、まあ、彼はまあ日本とか結構チャンスあるんじゃないかなって、でも個人的には思ってますね。まあ、なんですけど、じゃあ例えば日本からオファーが来たとして、その資金的なところでやっぱり、まあオーナーがストップ、やっぱ行かせたくないってなっちゃったとすれば、じゃあ分かんないですけど、額バンバンバンでもう、いや、この額くれるんだったらみたいな感じの可能性もあるんで、そこがやっぱちょっと難しいところではあるのかなっていう感覚はちょっとありますね。そのタイの中でもいい選手に関しては、うん、でもやっぱり J リーグに行きたい気持ちだとか、うん、サッカー上手くなりたいとか、英語も勉強してたりだとか、まあ、やっぱそういう選手たちはかなり増えたとは思いますけどね。なんかオーストラリアは逆にあれですね、日本を経験して A リーグに帰ってきた選手が結構多くて、うん、今シーズンだとミチェル・デュークとか、清水にいたフォワードのミチェル・デュークとか、はい、経験してから帰ってきてる選手が活躍してたりとかして、それこそあれだ、オーストラリアはあのセンターバックにスピラノビッチって、あのメルボルンかな、 はい、あの選手を僕浦和で一緒にやってて、もう引退したみたいです。あ、引退したんだ彼は。あ、それでなんだ、なんか先週なんか連絡取ったんだけど、メルボルンが地元でメルボルンにいるよなんて言ってたけど、でも彼もね、 J リーグから J リーグ来て、まあその後ね、いろいろちょっと転々としてオーストラリア帰った感じ。 でもやっぱみんな言うのは、日本の勝利給とかそういうボーナスがやっぱり A リーグに比べてはるかにいいから、その一回は日本に行ってお金稼いでこっちに戻っていきたいみたいなことすごいよく言ってますね。いや、それこそ僕もヨーロッパにいたんで、あのいろんな選手、まあ、いろんな選手で友達が、まあ、意外に多いんですけど、
やっぱり例えばイニエスタ選手が日本に来た、高額だってニュースになった時にどんぐらい出るんだみたいなので、もうバンバン友達から連絡来て、まあ、もちろんブンデスリーガーでやってる選手とか、まあ、トルコリーグでやってる選手とかですけど、 J リーグ俺チャンスないかみたいな、1年2年でいいんだって、もう稼いで帰るからみたいな、代理人紹介してくれみたいな、かなり多かったですね。これ僕も結構連絡来ましたよね。え、なんかヨーロッパの人たちは結構やっぱり J リーグへの関心なんかあるなっていうのは、そのまあしっかりとしたお金が支払われるっていう保証もあるし、未払いみたいなもん日本ってないじゃないですか。なんでそういうのも多分あるし、多分その評判も当然いいし、あとはみんな言うのは家族もすごい安心、なんか試合の勝敗勝ち負け関係なく、なんか事件に巻き込まれることとかないじゃないですか日本って。だからすごい日本は家族も安心できるから痛いっていうのはよくみんな言ってますね。いや、パースはそれこそすごい街がいいらしいですよ、モツさん。めちゃくちゃいいっす。いや、なんかオーストラリアいいとこってイメージしかないわ。はい。いいですよね、街。もう人も優しいし、はい。最高っすね。もう家族もめちゃくちゃこっちの生活楽しんでて。あ、本当。それが一番いい。はい。もう幸せでしかないっす。ちょっと見てもらいたいな。今家なんですけど。もう家紹介してくれるっていうパターン。家の前が。お。これ川なんですけど。川。へえ。毎日この景色を見れて。すげえ綺麗なとこだね。めっちゃいいっす。すごいね。とにかく時間がすごいゆっくり流れてて、なんかのんびり過ごしてます。めっちゃいいね。もうサッカーと生活のバランスがとてもいいですね。物価高いですけど。ああ、そうなんだ。まあ、バンコクも結構めちゃくちゃ高いです。当然ですけど、富裕層はやっぱ多いんで、そういう人たちの生活はもうそういう人たちだし、みたいな。マレーシアのその元さんがいる場所とかはどうなんですか？俺のところなんかよくわかんない。物価が安すぎて、ちょっとなんかおかしくなってきたなっていう。ちょっと待ってね。なんかあったな。今日さ、朝さ、なんか、カレーみたいなの買っていいなの。食べてないんだけど。なんかすごいな。すごいでしょ。チキンとなんかカレーみたいなやつなんだけど、120円ぐらいなの。いいなぁ。けどね、意外と美味しい。しかも、ここのコタバルって町めちゃくちゃ食美味しいらしくて。へぇ、マレーシアの中でも。だから、安いしうまいし、けどなんかやっぱ油かなり使ってるから気をつけないといけないけど、めちゃくちゃ美味しい、ここは。みんなはどんな感じ？はい、僕、まあバンコクいますけど、まあやっぱり何でもあるんで、バンコクって。もう超高級レストランも当然あるし、まあもちろん屋台みたいなのもあるし、まあ今恵まれてることに、まあ、ある程度その、まあ、待遇面でさっき言ったみたいにいい待遇面だったりもするんで、まあ、食っていうのはすごく気遣ってて、うん、で、まあ、食材を買って奥さんが全部作ってくれるのは、まあ、基本的にまあそれがベースですけど、まあ、ご飯食べ行く時とかもタイ料理とかもなんかまあそこ高いよねって言われるようなタイ料理屋さんに行って食べるとか、例えばじゃあミシュランのフレンチ行こうとか言うと、やっぱり会計とか結構驚くぐらいするんですけど、まあ、他の選手とかといって4人プラス子供1人でなんか20万ぐらいとか、うん、だからそういうクラスのお店もいっぱいあるんですよ、バンコクって。20万出したら多分屋台買えちゃうわ。いやでもあれですよ、普段からそんなとこ行かないですからね、僕も。たまにそういうとこ行ってなんかそういう雰囲気味わったりとかっていうのも、うん、まあ、できるような環境にいるっていう、それはなんかちょっとでかいかなって。やっぱブリーダムにはそういう環境はなかったんで。それこそパースは
パース何でもありますよ。何でもある。はい、日本食のレストランも多いですし、スーパーもありますし、病院だったりとか、全部日本語で対応してくれるんで、本当に何も、はい、何も困らないですね。今日、さっきお昼天ぷら食べに行ってきて、うお、めちゃくちゃうまかったっす。みんな満たされてんじゃん。俺らとかのちょっと、日本では当たり前とかもうとりあえず取っ払っていかないと。小さなことになんかストレスためすぎると良くないというか、まあ、引退するときに引退しますって言わなくてもいいのかなってずっと思って、それすごい思う。そうなったら多分スパッとじゃあ次のステップに向かうっていう感じになるような予感はしてます。数年前から、ここで辞めるっていうタイミングは自分の中で決めていて、へー、